これより山形新聞山形放送8大事業最上川200キロ歩くというイベントに参加していただいてありがとうございます。大石田小学校は最上川と深い関わりがあります。大石田小学校頑張るぞ。おー、最上川の堤防の話をさせていただきます。土だと、強い水が来た時に壊れちゃうから、悪いからコンクリートで、なんかある五役の船がひょっとして大石田に一服するっていうか、荷物を積み替えするってなってみると、そうかせざるをいないわけだよ。それでじゃあけんぽん、あっちまちほっ、もういった大石田がじゃあけんぽん、あっちまちほっ、もういった、大石田がどういうのはダメなんだって。今閉まってるかな、実はそれ。はい、35キロの重さがあります。はい、せーはい、せースピード吐き天気と吐けない。カメラ、カメラでいいよ。ニコニコ何だろう、何が好き、食べ物何が好きですか。多分ね、主役。あ、ストップストップ、見えた見えた。